エルネストル・グベ岩礁は南太平洋、ニュージーランドとトゥアモテュ諸島の間に存在したとされる島、幻島の一つ。エルネストル・グベ岩礁が初めて報告されたのは1902年のことで、フランスの船、エルネストル・グベ号の船長によって報告されている。この報告では、岩礁は長さ約100メートルで近傍に、別の岩礁も確認されたとしている。そして、 この岩礁は、パリノーティス2マリナーズの164、1122、1902に記載され、1957年2月9日には、国際水道局によって、南位35度12分0秒成形150度40分0秒、南位35.2000度成形150.66667度。 マイナス35.2000マイナス150.66667に存在していると推測された。1982年と1983年になって周辺海域の探索が行われたものの、岩礁は発見されず、幻島であると考えられるようになった。それにもかかわらず、2005年のナショナルジオグラフィックアトラスオブザワールドにおいて、 エルネストルグベガン賞が記載されている。また、エルネストルグベガン賞の近傍には、ワチュセット賞、ジュピター賞、マリア・テレサ賞、タボロ賞ともといった存在しない島、賞が複数報告されていた。ありがとうございます。